オカショが幕を閉じ、馬場の熱気が冷める中観客たちはさまざまな感情を抱いているその中で注目を集めた一角が大外枠からの進出にもかかわらず結果に結びつかなかったチェルビニアである代打として起用されたバウルジャンムルザバイフ騎手が追ってからの反応がなかったと振り返るステレンボッシュが 美しい駆け引きの末に桜花賞の栄冠を手にしたしかし競馬の世界には常に勝者だけでなく敗者も存在するその一人がチェルビニアだ大外枠からの出走は厳しい戦いを意味したその結果13着という結果に終わったがその舞台裏には多くの要因があったチェルビニアは大外枠からの進出を余儀なくされた このポジションは、しばしば勝利への障壁となる。しかし、バウルジャン、ムルザバイフクシュはチェルリニアの可能性を信じ、積極的な戦略を取った。レース前、ムルザバイフクシュは、リズムよく進めることを心がけ、4コーナーまでは手応えよく、いい形で運ぶことができました、とコメントした。彼らは前向きな姿勢で臨んだが、結果は彼らの期待を裏切った。 レース中盤、チェルリニアはまだ一定の位置を保っていたしかし直線に入るとムルザバイフキシの躯体とは裏腹にチェルリニアの反応は見られなかったムルザバイフキシは後でビデオだとそこから反応する馬なのですが休み明けの分なのかもしれませんと語ったチェルリニアの休息期間が長かったことがその反応ののろさにつながった可能性がある ババの状態は競争結果に大きな影響を与える要因である。大歌唱当日のババは良好であり、前進するには適していた。しかし、ダイソトワツからのスタートは不利なポジションであり、他の馬との駆け引きが激しくなることが予想された。ムルザバエフク手はこの状況を考慮し、チェルビニアを前進させるための戦略を構築したが、結果は伴わなかった。 チェルリニアの13着はチームにとって苦い敗北である。しかし、競馬は一つのレースで全てが決まるわけではない。チームはこの敗北から多くの教訓を得るだろう。ムルザバエフク氏と国枝調教師はチェルリニアの調整と戦略を見直し、次なるレースに向けて準備を進めるだろう。ファンたちは彼らの次なる挑戦を期待している。 桜花賞は競馬界にとって特別な瞬間でありその舞台裏には多くのドラマがあるチェルビニアの大外枠からの挑戦は競馬の厳しさを改めて示したしかし競馬は常に新たな挑戦と希望を抱かせるスポーツでありチームは今回の敗北から学び次なる挑戦に向けて進んでいくだろう